アイドル日本をご覧の皆様こんにちは、ゲントワンリです。今私は DVD の撮影で沖縄に来ています。思い出は、なんだろう、 DVD の思い出は海の波の近くでなんかカーテンみたいな布をこうやりながらふわふわってさせながら撮ったのがすごい幻想的で、すごい好きな感じでとっても好きでした。沖縄はなんだろう、日本じゃないみたいです。すごい日本に帰ったら何しようかなっていつも思ってるんですけど、ここ日本だったみたいな感じのことをいつも思ってます。とってもおすすめなシーンがたくさんあるので、恥ずかしいシーンもありますけど見てください。ぜひよろしくお願いします。撮影中一番楽しかったことは、砂浜でめちゃくちゃカメラマンさんと追いかけっこをしたことです。はい。撮影中一番大変だったことは、なんだろう、特に別にすごく楽しかったので大変だったこととかはないんですけど、こうなんか水着の中の見えちゃいけない部分を見せないように角度とかを考えてもらいながら撮るのが大変でした。理想のデートプランは何ですかね、美術館に行きたいです。なんかちょっとかっこいい感じにおしゃれして、なんかそういうアートとか芸術とかが好きで詳しい人と一緒に巡って、なんかいろいろ教えてもらいながら、すごく静かでこう洗練された場所でなんか素敵な気持ちになりながらデートしたいです。一つだけ願いが叶うなら、どこでもドアが欲しいです。いつでもハワイに行きたいと思ったらハワイに行けるし、待ち合わせ場所とか全然電車とかで移動しなくても一瞬で家から行けるし、うん、最高ですよね。そんなのあったらみんな欲しいとは思いますけど、どこでもドアが欲しいです。出身の北海道でおすすめのスポットは、私は夕張市っていうところの出身なんですけど、そこしかあんまり知らないので、そこのおすすめは大きいめっちゃ新しめのダムないかもしれない。ごめんなさい。待って待って、 ないんですか。夕張のおすすめダムないんですか。ダムはあるんですけど、まだ作ってる途中だったかもしれない。ずっと止まったまま作り始めてないかもしれないです。すいません、間違えました。地元の北海道のおすすめの場所は富良野のラベンダー畑とか、いろんなカラフルなお花がこう整頓されて咲いてる畑、そこで食べるラベンダーのソフトクリームとかマジでめちゃくちゃ最高なので、本当私は1年に1回は行きたいぐらい、行ってないんですけどそれぐらいもう本当に素敵で、日本全国で見ても本当に素晴らしく癒されるところだと思うのでおすすめです。今後挑戦してみたいお仕事はすごいたくさんあるんですけど、すごいバラエティが大好きなので、バラエティでなんか面白いことを言えたりとか、気が利いたことを言えたりとか、芸人さんとうまくコミュニケーションが取れたりとか、そういうことができるようになりたいですね。出たい、すごい面白い番組に出てみんなを笑わせられるようなことを言えるようになりたいです。もしこれを見てなんかこういうところは直した方がいいとか、こういうところはダメじゃないみたいなところがあったらぜひ私に教えていただけると嬉しいです。すごく優しい口調で、はい、頑張りますのでよろしくお願いします。